店のターゲット層はどこまで絞るべきでしょうか。これから美容室を出そうと考えており、お店のコンセプトも考えています。ターゲット層はどこまで明確にした方が経営していきやすいでしょうか、ということで、これはですね、非常に重要ですが、絞りすぎは良くないです。ただ、私が考えているベストなターゲット層っていうのが、2つあります。1つは30代40代の美意識の高い女性です。そして、私がこれを今中心にですね、全国展開、美容室全国展開しようということをやっています。でもう一つがですね、50代60代のですね、白髪だったり、年齢特有というか白髪だったりですね、毛量ですね、髪の毛の量だったり、ことが気になってきた年代、この2つがですね、もう大きくいいだろうと考えています。それはなぜかというと、前者の30代40代女性っていうのはですね、やはりまだまだ美意識が高くですね、美にお金を使う欲求が非常に高い年齢層の方で、なおかつお金もある程度あります。そしてさらに一番いい、これは非常に申し訳ないんですけれども、女性というのは年齢を重ねるとですね、髪の毛の水分量が自然と落ちてきてですね、どうしても髪質が下がってくるとか、髪が傷みやすくなってくる、髪の栄養分が少なくなってきたりとかしてきますので、どうしてもケアしていかないとなかなか綺麗な状態が保てないということはですね、リピートしてもらい続けれる要素なんですね。使用頻度がどんどん上がっていきます。なので、リピート率も高くですね、美意識も高く、お金をかける欲求もあるということで、非常にいい年齢層だと、ここを私たちは中心に考えていっています。一番いいと思っているのは、さらにそれ母数が結構大きいんですね。やっぱり非常に母数が大きいと、で次のですね、50代60代という方はですね、白髪っていうのは必ず起こってきます。そして白髪っていうのは老いの象徴ですので、やっぱり女性は白髪っていうのをケアをやってくれます。で白髪でいいのはやっぱり来店頻度が高くなるんですよね。どうしても28日、1ヶ月例えば目立ってきてしまいますので、1ヶ月周期の来店が見込めるということになって、ビジネスも非常に安定、していきます。なのでそういったことも考えて、白髪っていう50代60代って非常にいいです。ただここですね、30代40代と違ってですね、もうそれを気にならなくなってしまって、もう一切そんなこともしなくなってくるっていう方もいるので、1位が30代40代、2位が50代60代っていうふうに私は考えています。ただ十分に50代60代の方でもビジネスが成り立ちます。さらに60代、年齢いくとですね、ウィッグっていう需要も高まってきます。毛量っていうことに対する悩みも高まってきますので、そうなってくるとですね、お店で提供する技術の他にウィッグを提供するっていうですね、また副次的な売り上げのキャッシュポイントも作っていけるようになりますので、非常に収益化しやすいと、しかもさらに、リピートもしやすいということに、なってきますので、そういったところでも非常にビジネスとして面白い、そうじゃないかなと考えています。なので私の方は、30代40代、いろんな目的があってですね、作っているので30代40代中心にしていきますけれども、その中でも状況が整えば50代60代、余裕ができればですね、そういったところにも手を出していこうと、そういったところも勝負していこうというふうにも、考えています。私の考えるターゲットっていうのは、ただこのぐらいのターゲット層です。これ以上深くはしていません。そして自然とですね、お店の単価によってですね、お客さんの収入レベルによって、こういった収入層が来るっていうのを考えてます。私たちは出店するときには、大体世帯年収が1000万以上の世帯が多い地域が、住宅が多いところに出すという、そんなこと、これぐらいのターゲットのセグメントをしています。もう一つ最後にですね、大きな要素として、できる限りですね、オーナーさんと同世代の方のお客さんをターゲットにすることをお勧めします。なんでかというと、どうしてもですね、50代60代の方はですね、20代前半の店やるっていうのはなかなか厳しいです。そして20代の従業員さん雇うっていうのはなかなか難しいです。やっぱりどうしてもですね、同世代30代40代のオーナーさんだったら30代40代のスタイリストさんを雇うっていうのが現実的になってきます。50代60代だったらどうしてもやっぱり40代50代そういった方を雇うことがどうしてもなってきますので、そういったご自身の年齢を考えて、どういったお客さん、どういったスタッフとやっていくのが一番いいのか、そういったことですね、同世代が一番ベストです。そういったことも考えてですね、ターゲット層を選んでみてください。